はい、野牛レベル3第1話見ていきたいと思います。野牛と日吉、なんだこれ、何の話。本日吉くん、隣よろしいでしょうか。あ、全然、どうぞどうぞ。ああ、どうぞ。何の本を読んでいるのですか。これは図鑑ですね。図鑑、図鑑、何の、何の図鑑。それは、どうしたの。未確認生物系がたくさん載っているんです。ああ、日吉が好きなやつね。え、そんなのの図鑑なんてあるんだ。あれ、そういえば柳生さんってミステリーが好きって言ってましたよね。ミステリーってそういうのじゃなくない？あ、はい、そうですね。なんか柳生、お化けとかそういうの苦手なんだよね、実は。俺もミステリーとかホラーとか好きなんですけど、話せる人がいなくて、実はずっと話し相手を探していたんです。いや、多分その日吉が好きな方向性のミステリーと野球が好きな方向性が違う気がするんだけど。そうだったんですね。苦手ジャンルじゃなかったかな。それでミステリーといえばなんですが、ここ幽霊がいるらしいですね。ここに、え桐原が夜中に幽霊を見たって騒いでいた日があって。あれ、ちょっと待って、でもこの話を掘り下げていくストーリーならちょっと面白そうだな。私は好きだから。みんなバカにしてましたけど、俺は本当にいるんじゃないかって思ってます。いや、口を開けたままの状態の野牛さん、面白すぎん。この合宿所、古ぼけてはないですが、いろんな怨念は詰まっていると思うんですよね。そうかな、私には全然そんな風に思えないけど。レギュラーになれなかったり、怪我をして戦線離脱したり、生き量、生き量的な。そんな奴らの怨念が幽霊となって夜な夜な現れてもおかしくないと思いませんか。それはさすがにないと思うからな。はい、まあそうですね。かわいい、苦手なんだ。ずっと気になっているんですが、今度一緒に。ああ、私としたことが、仁王君と約束をしていたのでした。お話し中に申し訳ありませんが、作戦会議がありますので、それではまた、アデュー。いや、アデュー、こんなところで使うな。野牛さん、逃亡に使ったぞ。もっと話したいことがあったんだが、また時間を見つけて話しかけに行くか。 やめろ、気づいてやれ。わ、これは面白い。はい、野牛のレベル3第2話見ていきたいと思います。あれ、日吉プラス立海組来たね。あ、いたいた、野牛先輩。あの、野牛さん。おや、二人ともどうかされましたか。日吉の顔を見て何か思い出さないか、野牛くん。先日苦手と気がつかずに怖い話をしてしまったので、お詫びをと思いまして。あ、桐原に聞いたんだこれ。ああ、気にしないでください。そうね、私が苦手だと言い出せなかったのが原因なんですから。あ、そういえばそうだよね、いつも苦手だってあんまり言わないよね。いえ、すみませんでした。あの、これ、これ、桐原から聞いて持ってきました。なんだろう。へへ、いいアドバイスしましたよ、俺。おお、ところてんですね。もらってしまっていいんでしょうか。面白いな、日吉ところてん持ってきたんだ。いや、まあ野牛の好きな食べ物だけど。はい、俺からの気持ちです。ではありがたく頂戴します。気を使わせてしまってすみません。いや、できた後輩だぜ。違うジャンルの話でしたら大方できると思いますので、また本の話もしてください。はい、いい先輩に後輩だ。
なんかうまそうなもの？ところてんです。おまんは本当よう食いもんセンサーが働くの。おや二人とも、今日吉くんからところてんをもらったんです。ところてん好き？二人ところてんか、うまいよな。いろんな食べ方もできるし。あんまり食べる機会ないんだけど、どうやって食べるの？黒蜜派？それともサンバイズ？いや、黒蜜は私なんか食べたことあるかもしれん。迷ってしまいますね。丸井くんの言う通り、ところてんはいろいろな食べ方ができるのが魅力です。いや、黒蜜絶対うまい。てかうまかった記憶ある。俺はめんつゆで食うんが好きじゃな。めんつゆか、確かに何にでも合うね。めんつゆですか、それは試したことがありませんでしたね。今度やってみましょう。日吉は？お、ああ日吉まだいたんだ。俺は普通に酢醤油ですかね。酢醤油以外で食べたことがないので。あ、そうなんだ。いや黒蜜うまいよ。おや、それはもったいない。酢醤油も確かに美味しいですが、他にも美味しい食べ方がありますよ。ああ、よろしければ今から一緒にこのところてんを食べませんか？マジか、ちょっとところてん食べる話になってきた。まずは黒蜜なんていかがでしょう。いや黒蜜めっちゃ食べたいんですけど。じゃあいただきます。いや一緒食べよう。あ、それなら俺も食いたい。私も食べたい。遠慮がないの、丸い。と言いつつ、あなたも食べたいんでしょう、仁王くん。あ、そうなんだ。めんつゆで食べる？別の食べ方する？ピヨピヨ。食べたいということでよろしい？赤谷は食べるの？俺も食いたいっす。ね、やっぱ食べたいんだね。そんなにいっぱい食べれるんかな。その人数分ある？仕方ないですね。みんなでいただきましょうか。はい、じゃあ野球のレベル3ラスト見ていきたいと思います。結局日吉がずっと出てたな。あ、野球さん。ところてんは？おや、日吉くん、よければこちらの席にどうぞ。ところてんもう食べた後これ。ありがとうございます。ところてんですか？また食べてる。はい、今日は酢醤油なんです。日吉くんもいかがですか？どうだった？ありがとうございます。いただきます。黒蜜ね、そうそう、前の黒蜜も美味しかったですけど、やっぱり酢醤油もいいですね。What's this? あー、これ食べたことないんじゃない？食べる？クラウザも。あー、It's Japanese food called ところてん。ところてんです。トロコンテ？トロコンテのところてん。ところてんです。ところてん。クリスタルのうどんみたいだ。あー、すげーしっくりくるな、それ。確かに。クリスタルのうどんとは面白い。いや、いい表現だよね。まあ、見えなくもないっすね。うん、上手。俺様も名前は聞いたことがあるが、実際見るのは初めてだ。え、もしかして食べたことないんすか？俺もあんまり食べたことないっす。これって何でできてるんすか？海藻じゃなかったっけ、ところてんって元は。天草という海藻ですよ。一旦煮て固めるんです。当たってた。へえ、ヘルシーで食物繊維も豊富な食材というわけか。結構ダイエットでおすすめされてた気がする、ところてん。海藻、シーウィード。日本食はシーウィードばっかりです。海の食べ物？確かに、ワカメも海苔も昆布も、そして天草も、すべて英語ではシーウィードになってしまいますね。シーウィード。
日本は海に囲まれていますから、昔から海産物を多く食べる文化なんですよ。ああ、なるほどね。勉強になります。勉強になります。ありがとうございます。よければ、皆さんいかがですか？海外暮らしが長いお三方には、珍しい経験ができると思いますよ。あ、そうかそうか、そういう共通点があるのがこの3人。何事も自分で経験してこそだ。食べてみようじゃねえの。あ、何味がいいですか、アトベ様。そうっすね。黒蜜一押しなんですけど、私。いただきます。かわいい。クラウザマジでかわいいな。いかがでしょう。酢醤油味なんかな、やっぱり。今日ヤギウさんが酢醤油だから。 It's vinegary。 でも美味しいです。これが日本の味ですね。そうだな、酢が効いているが醤油も入っているから味がまろやかだ。疲れた時や夏にはさっぱりとしていいかもな。いや、食べ過ぎた時とかさ、いいと思うんだよね。カロリーがほぼねないから。このつるりとした食感も悪くねえぜ。いや、ちょっと食べたくなる。バルサミコで食ってもうまいんじゃない。ああ、うまいんじゃないですかね。そばとかうどんよりも柔らかいし、ツルツルしてて何倍でも食べられそうっす。いっぱい食べてもね、カロリーが低いからダイエットにもなるし。他にも黒蜜で食べたり、めんつゆで食べたり、いろいろな食べ方があるんですよ。黒蜜マジで美味しいの。また機会があったら皆さんに食べていただきたいです。食べましょう。ところてんパーティーしましょう。ところてんのすけパーティーしよう。へえ、付け合わせにもデザートにもなる食材とは。なるほど、面白い。面白い食材。ええ、そうなんです。ところてんの魅力を分かっていただけて嬉しいです。めっちゃ嬉しそう。そして日吉一切出てこいんや、最初以外。ほんとちょろちょろって出てきただけだったな、最初に。はい、ヤギューのレベル3、ところてんの話でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。